松田真ですニュース解説今回はですね、えーまあ、日本の政策課題に関する各分野のニュースを順次ご紹介しながらコメントを加えていきたいとあの憲法改正の話もありますし外交安全保障それから高齢者社会における福祉の問題もあればこの円安にどう対応するか、まあ、経済の始まるということでよりより緑なんですけれども、えー、順次お話をしてみたいと思います。まず憲法ですが 日本国憲法施行から77年、憲法記念日、今年の5月3日はですね、77年目を迎えました。施行からですね。憲法憲法の改正についてはですね、岸田総理自らの自民党総裁の任期中に実現すると、これ言ってますね。施政法審演説もそういう意向を今年も示してましたね。えっと実現するためですね、 今年にもう条文案の具体化を進めて党派を超えた議論を加速させたいというのが岸田さんの意向なんですね。国会の憲法審査会では自民党の派閥の政治資金パーティーも巡る問題を受けてメンバーが交代したということからですね衆議院では実質的な憲法論議がようやく4月から始まったともう本当に憲法審査会何をやってるのかなといつもねイライラしちゃうんですけどね。で自民党は えー、大規模災害など緊急事態での対応についてこれまでの議論で論点が整理されているとして憲法改正のの条文案の作成に入るるよう提案していると、えー、日本維新の会公明党国民民主党も同様に条文案の作成を進めていると求めているですね。でこれに対し立憲民主党は憲法改正は権力側の業績づくりのためのものではなく 政治と金の問題を解決していない自民党に改正を論じる正当性はないとして慎重かつ多角的に議論すべきだとしているとまた言ってるんですねこの問題と憲法改正は憲法っていうのは国民が最後に決めるんで国民に早く選択肢を与えるこのが国会全体の義務ではないかということをもう一回考えてほしいですねえ安倍総理の時には安倍総理の下での憲法改正は反対と言ってじゃあ憲法改正そのものには反対なのかどうかという問題と安倍さんとくっつけて 言ってましたよで今回は政治とカネの問題があるからとこれはちょっとねえー、まあ、えー、国政政党としてもいかがなものかという感じがしますね、えー、また共産党は改憲のための議論は認められないと主張しこれなんか論外ですね令和新選組は野党半島地震への対応などを優先すすべきだとしていますえ別に能登半島自身は能登半島自身で対応すればいいと当たり前のことですよね。 憲憲法法改改正正をややるかかららみんんななながが全員が憲法改正しいいわけじゃないんで国会議員がですね何を言ってるのかなって感じがしますけどね常識から見てるとおかしいですね国民の権利として投票できるようにもう、ね、国民投票法だってあるんだから早く国民に選択の機会を与えなければいけないんじゃないでしょうか、えー、自民党は憲法改正には幅広い合意形成が必要だとして反対の立場の党も協議に参加する形で条文案の作成に入りたい考えで。 与野党間で議論が続く見通しですということなんですねただ今回の憲法改正今あの緊急時代での対応なんかもですね、まあ、あのこれは感染症が入っているということについて、まあ、YouTube ではこ細かいこと言えませんので、まあ、そういう論点もきちんとね本当は議論しなきゃいけないと思いますね、えー、そして、えー、この本質論というものがどうもまだきちんと国民共有されてないと思います憲法改正についてですね でこの本質論をきちんとやらなきゃいけないということについて、えー、このチャンネルによく出ていただいてる政治評論家の田村重信さんがネット記事ですねこういうことをあの私に送ってきたので、まあ、なかなか整理されてる話なのでご紹介したいと思います。自由民主党は1955年立党した際の綱領に平和と自由を希求する人類普遍の正義に立脚して国際関係を是正し 調整し自げた党の政交政治の正義考慮の方に,にはですね独立,独立体制の整備という項目で現行憲法の自主的改正を図りまた占領処方制を再検討し国情に即してこれが海廃を行う。 世界の平和と国家の独立および国民の自由を保護するため集団安全保障体制のもと国力と国情に相応した自衛軍備を備え駐留外国軍隊の撤退に備えると明記しているんですこれが立党の精神なんです一体何やってたんでしょうねこの長い間で,ですね自民党はと思わせる理念を忘れた政党になってしまったのかと思わせる話ですね。 これ基本理念なんです,党のです、ね、でここも基本理念からすると、えー、この自衛軍備を備えなければいけないですねそして、えー、この今あのアメリカ軍がたくさん駐留してるこれが、えー、いなくなるという状況に備えましょうと言ってますねそして現行憲法の自主的改正を図るんだということをちゃんと言ってますそして独自,立自,立自主独立の国にするんだとこれをずーっと戦後ですね 放置されてきたまま今日至っているということですねで田村さんのこの記事に戻りますとこれに基づいて考えれば今こそ一刻も早く憲法を改正し自衛隊を軍隊にして日本の防衛力強化を図ることが重要だ、えー、自衛隊の憲法,明記と憲法への明記自衛隊の憲法への明記と言って今動いてるが実はここに問題がある。小泉政権の時のの時2005年 11月22日新憲法草案で自衛隊を自衛軍にすると明記した自民党が下野した2012年に発表した憲法改正草案では9条2項を削除して国防軍にするとしたでこれまで自,衛あの自民党を明確に自衛軍国防軍としていたことがあったんですねでところが安倍晋三首相は2018年 9条1項2条1項2を変えず必要な自衛隊の措置を自衛隊として明記すると交代させてしまった自衛隊のままだと諸外国の軍隊と同じような活動行動ができず今の自衛隊のままの活動しかできない必要最小限の自衛隊でしかないこれは結党の理念から反するのではないかと正いうふうにっそって今のの日本の現状を見ると 日本全国特に沖縄を中心に米軍の駐留が多すぎる計画では縮小に向かうのだからそれに対応できるように日本の軍隊を強化することが大事になる、えー、そしてですね会見派と,知られとして知られてた安倍氏が自衛隊の位置づけでということで交代してしまった理由は何かという質問に対して田村さんはこう言ってます。安安倍政権の時に平和安全法制を整備したそこで 集団的自衛権の一部を可能にし、自衛隊が米軍に協力できるようになった。これを憲法の解釈、憲法解釈の変更で済ませたことで、それでよしとしたのかもしれない。ただアメリカ軍がどれだけ日本の防衛のために動いてくれるのかわからない。自分の国は自分で守るようにしないといけない。 そして安倍政権下で改憲勢力が衆参両院の総議員の3分の2を超えていて、いくらでも発議ができる状態になっていたのに、せっかくなっていたのに、憲法改正の発議に至らなかったことについてはどう思うかということに対して、田村さん、こう言ってます森友家計学園の問題などで野党から激しい追及を受け、その対応に追われた、まあ、これが大きいでしょうね、えー、結局、改憲ができる状態だったのに、確かにあれですよね。 改憲勢力は3分の2量に超えていった時に何でできなかったのかとで安倍政権も長かったですねで憲法改正は安倍政権も言ってたと何でできなかったのかとここに日本の大きな闇といいますかねえこの足を引っ張るまあ左翼勢力といいますかねあるいはメディアというものが結託して日本人の認識をえ世界の標準から著しく左の方に寄らせていってですね憲法改正イコール危険なことであるという。 まあ、あのもう繰り返して言うまでもないことでありますがもう何十回もドイツなんかも同じ敗戦国でも憲法改正を繰り返しておりますし今や日本国憲法は世界で最高の憲法になってしまった不満の大点であると、まあ、まさか「半村美法典ではありませんね」なんて思,思っちゃうぐらいの古い古典になってしまったんですねでその当時の国際情勢と今は全く違うということぐらい誰でも虚心坦杯に世界情勢を見れば分かるのにしかし憲法改正イコール 危険であるるといいう認識が定着してしててまっているというこ,とでここから最終的には国民が過半数で憲法改正を決めるわけですから国民が決めるわけですから国民が決めるための材料をちゃんと国民に伝えていかなければいけないということでこれ喫緊の課題でちなみに参政党はそういった立場で創建といって国民が自ら憲法を書くこれ自民党の決闘の理念とを 参政党が今代弁しているようなもんじゃないかという感じがしますね。理念なき政党はもう終わったと言われても仕方ないんじゃないでしょうかね。というふうなどうしてもそういう結論になってしまうんですけどもえというのはとても残念なことですがえ憲法についてはそういう状況ですね。そしてえ次にえもうあの今国会で。 えー、重大事態発生時の特例地方自治法改正案衆議院で審、えー、ちょっとあの憲法の,あの緊急事態状況とちょっと似ているようなところもあるのでちょっとこのニュースもご紹介しますが感染症や災害などの重大な事態が発生した場合に個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を盛り込んだ地方自治法の改正案が衆議院で審議入りしたと。 で地方自治,自治法の改正案は例のクルーズ船でのです、ね、新型コロナの集団感染で県をまたいだ患者の移送が必要になったものの国の権限に関する法律の規定がなく自治体との調整に時間がかかったことなどを踏まえたものだとでこの改正案は5月7日の衆議院本会議で審議入りし 立憲民主党側はです、ね、個別法が想定していない事態で地方自治法に包括的な支持権を設けることは対等協力の地方文献の流れを逆回転させることにつながると危惧すると正しているんですね立憲民主党はですねでこれに対し松本総務大臣はこの支持というものは国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って適用されるものであって 地方文化の交代などとの指摘は当たらないと述べて理解を求めたということですまあ,あの総務大臣の答弁自体はですねこれはまあ確かにそうなんですけどもただこの,この本質を考えてみますとですねえー、うんまああんまり YouTube で言えない問題に絡んでくるんですねでえー、あの個別の法律に逆に言うと個別の法律に規定がないから何もできなかったということ自体も大きな問題でしてですね えー、でこの本当の危機に対応する時に、えー、このその危機というものをきちんと正しく科学的に認定するかどうかということの方を先に議論しないと、まあ、それこそ、まあ、やらなくてもいいようなことで国民の権利や自由を、ね、制約するということにつながりかねないこれは実態論に即して、えー、きちんと考え直すべきだ考えを検討しなければいけないと思いますね。 あの緊急事態条項もそうなんですね、でこの科学的実態に即したということで、すねこれをどう担保するかをです、ね、きちっと議論して、国会で十分な議論をしてほしいなというふうに思いますが、残念なことに、この今言った話について、YouTube で言いたいことについて、十分国会で議論されてないんで、ですねまた国民も知らない方もたくさんいらっしゃるので。 ここういううういいいいいとととを国会でもっと明らかににしなななけければふ思ます次にちょっと外交の方に目を転じたいと思いますが大型連休中に岸田さんは5月1日から6日間の日程でフランスブラジルパラグアイの3カ国を訪問しましたで最初の訪問国のフランスではですね OECD の会合でルールに基づく自由で公正な経済秩序の重要性を訴えまして 生成 AI のルール作りを議論する国際的な枠組みを創設することを明らかにしたということですまたこのマクロン大統領との首脳会談ではですね海洋進出の動きを強める中国も念頭に自衛隊とフランス軍が共同訓練をしやすくする円滑化協定の締結に向け交渉に入ることで合意したとで続いて就任後初めて南米を岸田総理訪れまして 中間的な立場を取るグローバルサウスの主要国であります主要国ブラジルではですねルーラ大統領と会談し今年の G20 の議長国を務めることからサミットの成功に向け協力を確認したとブラジルが議長国なんですね今年の G20 ですねまた南米で唯一台湾との外交関係があるパラグアイではペニア大統領と会談し 中国も念頭に力による一方的な現状変更は許されないという意思を共有したということですまあ中南米といところが確かにあるんですねでこの日本の戦略上この重要な国々ときちっとですねこの連携関係を確認するということは確かに必要なことではあると思いますね。でこの外交の基地だと。 言われてまああのこの別のニュース解説でもご紹介したように急に支持率上がったりしてるんですけどもですねどうやら外交の岸田で支持率を上げるしかないということなんでしょうがその外交についてあれということがちょっとありましたこれあのバイデン大統領がですねアメリカの話なんですが日本とインドにはゼノフォビア これゼノフォビアっていうのは外国人嫌悪っていうねこれがあって移民を受けたがらない国だとしてロシアやといやロシアや中国と並べて語ったというこういうまあ一種の出現みたいな話がありましてアジア系アメリカ人が多く集まる選挙資金集めのイベントでバイデン大統領の発言なした発言らしいですね今年11月の大統領選では自由とアメリカの自由とアメリカと民主主義 が問われるものだとした上でなぜか私たちは移民を歓迎するからだとバイデンは話したそうですえ考えてもみ見てくださいどうして中国は経済的にこれこれほどひどく停滞しているのかどうして日本は大変な思いをしているのかロシアはどうしてインドはどうしてこの国々は外国人を嫌っているからです移民に来て欲しくないからとこう言ったみたいですねバイデンさんで日本の岸田総理はあまああのご案内のように えー、この先月4月8日から14日までアメリカを公式訪問しました国賓待遇でしたでその際にバイデン大統領は、えー、アメリカと日本の同盟関係は強固だと述べていましたその直後のタイミングで日本を貶としめるようなこういう発言がバイデンから出ていると訪米してもアメリカの認識ってその程度なのというですね <laughs> ふと思ってしまうような話なんですがね でインドについてはアメリカ国務省がインド国内の人権状況についてかねてから懸念を示しているんですが、まあ、インドだってアメリカにとって重要な協力国の一つなんですよね。でホワイトハウスはバイデン大統領は日本もももインドも不快にさせるつもりはなかったと釈明していますホワイトハウスのジョン・カービー戦略広報担当調整官もですね大統領の発言はアメリカの移民政策全般に関するものだったと述べたと、まあ、苦しいですねこういう時は。 あの上がですねこう出現ばっかりすると下が結構大変な思いをするというよく分かりますこれ困ったまたバイデン出現したとホワイトハウスの人たちはまたねバタバタしたんじゃないでしょうかねでこれやっぱりバイデンさんのボ,ボケとよく言われるんですが、えー、ボケてるんじゃないかという話もあるんですがねやっぱり心配、まあスタッフはもう夜も眠れないんじゃないでしょうかね。えー、日本の在米大使館は 日本の政策の正確な理解に基づかない発言があったことは残念だとコメントしていますさすがに日本にいる大使館だけあってこういう発言になってますねで、日本政府は数十年にわたり世界でも特に厳しい移民政策を施行していたが近年では人口減を受けて人口の減少を受けて外国人労働者の受け入れ拡大に取り組もうとしているんです、えー、ということなんですねいやこれ受け入れに取り組もうとしてる というかこ,れこれこそバイデン政権のエマニュエル提督にエマニュエル大使に言われてですねやちゃんというのを拡大してるじゃないですか意味をですねでこれ移民拡大していいのかっていう大きなね実は議論があってですでそれでもやってるわけでええ何でこんなこと言われるんだろうなという,いう感じはあるのかもしれませんがも,もうあろうかと思いますでアメリカ国内ではバイデン大統領の発言を批判する声が出ています トランプ政権で国防次官補だったコルビー氏はソーシャルメディアで日本とインドは我々にとって特にしっかりした重要な同盟国だと指摘しましてどちらも我々の敬意を受けるに値する国で我々は両国に対して丁寧に語りかけるべきだと書いたとその通りですね。ささすすが共和党ですねでコルビー氏はさらに 協力国に向かってアメリカ独自の革新的考えを押し付けるなど恩欺せがましく愚かだとバイデン氏を批判したっその通りですねこれはアメリカは移民をたくさんこれどうもバイデンさんの頭の中にはですねアメリカはたくさん移民を受け入れているということですねで移民を受け入れているというのはなぜかというとやっぱり10月の大統領選を控えていますねでよく言われているのは。 もう不法移民も含めてどんどん入ってきた移民が民主党に投票してくれるとで向こうは戸籍制度がありませんので投票,投票権なんですぐに得られるという話があるんですねそのために不法移民を入れていることを正当化するようなそういう発想があったとこれはもう共和党としては受け入れられない発想ではないでしょうかね移民をどんどん入れることによってアメリカ社会が壊れているというふうに考えている人たちから見ると、えー、バイデンはこの自己正当化のために 日本をやり玉に挙げているっていうのはおかしいんじゃないかということになるんじゃないかと思います、えー、バイデン氏はインドに対して有効的ではないという見方が一部のインド人の間にある今回の発言はその見方を補強するというふうに、えー、あの専門家が説明しているようですね中国のような独裁国家と一括りにされるのをそういう人たちは喜ばないはずだというそういった批判もでアメリカでは出ていると当然の批判だと思いますね。 バイデン氏は2020年の大統領選で、えー、不法移民の取締りを強化を掲げる当時のトランプ大統領を外外的で外国人嫌悪だと批判ししていました、えーまあ、そういった、まあ、いわゆる大統領選を意識しての発言でもあるんでしょうね。えー、でなおですねバイデン氏は中国が移民受け入れに消極的なことを中国の経済問題と結びつけた、えー、発言を繰り返しているようですね。 で今回はそれにロシアだけでなく長年の同盟国である日本も加えてしまったと中国と日本を同じにしてしまったというなんとといいう人なのかと思います、えー、そしてカービー戦略広報調整官は5月2日に「これは世界中の人が認識していることとは思うが大統領が言いたか,言いたかったのは アメリカが移民の国でありそれが我々の DNA に刻まれているということだそれによって我々はより良くなりより強くなったこの先も背を向けることはないあのかつての移民なら分かりますけども今の移民はちょっと違うんじゃないでしょうかねその今の移民を正当化するのはこれはアメリカ国民だって喜ぶ話ではないんじゃないかと思います何といっても岸田政権はアメリカの民主党政権の出先みたいなもんだとよく言われています そしてこの移民の問題に関して言うともうとにかく何でもかんでもあのこれは山口紀之さんの言葉を,場を借りればですねエマニュエル大使の言いなりになっている、まあ、植民地として隷重しているという状況なので例えばこの移民問題に関して言えば2024年問題というのはもうすでに始まってますねあのいわゆる運送,業運送業における労働時間の規制これによって人手不足がめちゃくちゃ深刻化したと。そうしたらですね 今年の3月末をもってですね免許二、えー、種免許これを外国語でも取れるようにしたとつまり外国人労働者のボタを運転手に入れてでそうなるとタクシー運転手も日本語のしゃべれない外国語でも取れますからね免許は日本語のしゃべれないタクシー運転手がたくさん出てきたら一体どうするんだという話は山口さんもされてますね。そしててこうやって日本国内を 規制をいろんな規制労働時間の規制を強化をしたりしてですねそしてこの人手不足状態に陥って移民を入れざるを得ないとい方向にどんどん持っていってそういった中で82万人外国人労働者を増やす目標を立ててみたりとかですねでいわゆる移民の,あのいわゆる、えー、なんていうか条件を緩めるとかいうことをやってますよね最近ですね。で日本をアメリカと同じようなアメメリリカカとと同同じじよよううなな民主党と同じような 政策を持ち込んでいるという批判があるわけでそういったことも踏まえて考えるとこのバイデン発言はまことに有識者であるということになるかもしれません次に、えー、このちょっとの財政に絡む話をしたいと思いますこんな記事がありまして防衛費に充てる建設国債1.2倍にという見出しの記事があります、えー あの財政法4条の話は私はいろんな場所でします財政法4条には公共事業費出資金貸付金以外に政府は借金しちゃいけない国債発行しちゃいけないと書いてありましてでいわゆる公共事業費のために発行される国債は建設国債といってこれは発行 OK よというふうになってますねでそれ以外のこの財政法4条に規定する人途以外の国債を発行借金は赤字国債といって禁じられてるんですね。 ただ現実には社会保障費がどんどん増えてますのでほとんどが赤字国債になっていると今ですね発行されている国債の大半が赤字国債でこれは法律違反の状態だということで5年ごとですかね特例公債法案を毎回出してはですね5年ごとに出してはこの法律の例外としていいよということになっているんですね。でこの制度自体が実は GHQ がこの財政法4条を置いてったんだと日本が。 借金をして二度と戦争をするような国にならならい戦争には大抵借金がつきものですからというふうに言われていてそして財務当時の大蔵省もそれに忠実にですね日本を二度と戦争に招いていけないんだと戦争をする国にしてはいけないんだということでこの財政法4条かたくなに守っていつの間にか借金はいけないっていうですねそういうふうになってしまった。 日本が戦争すするわけはないんですがこの記事によりますと政府はのほうずな借金を重ねたことが先の大戦を招いたことから国債を防衛費に充てないことを不分立としてきた1965年度に戦後初めて国債を発行した際当時の福田武夫大蔵大臣は「公債を軍事目的に活用することは絶対にいたしません」と国会で明確に答弁していた。そののを破ったのが岸田首相だ 2022年末今後5年間の防衛費をこれまでの1.5倍以上の43兆円とする方針を決定将来に向けた投資のために発行する建設国債の対象に自衛隊の大社などの、まあ、建物ですねなどの施設整備や艦船船ですね船の建造費を追加した2023年度の当初予算に4343億円の発行建設国債の発行を計上したこれに関してですね で今年度当初予算の防衛費は前年度より1兆1,277億円多い7兆9,496億円で 5, 億円を建設国債で賄う方針だ防衛費に充て,てる建設国債の額が増えるのは防衛力強化を段階的に進める中で国債の対象となる施設整備費や幹線建造費が増えたためであると財務省指計局は説明していると、まあ、こういうニュースなんですね。 でこれの建設国債は公共事業というのは要するに実物資産であるインフラ橋とか道路とか建物これは、まあ、住宅ローンと同じように住宅という資産が将来残る借金であるのと同じようにです、ね、資産が将来残るから借金していいよということで,で防衛費全体はです、ね、これはあの将来に資産を残すものではないと。だけど今回43兆円に防衛力を強化する中で。 この公共事業と同じように将来に実物資産を残すものについてはこれは建設国債の対象に同じようにいたしましょうというふうにしたんですね。えー、でただですねこの資産というものが本当に実物だけに限られるのかという議論は私本気でやらなきゃいけないと思います。まあ、あのこのの法律がでできた頃会会計計ではです、ね、おそらくこの実物資産しか会計上 資産として計上できなかったんじゃないいかと思いますが今は無形資産というものも民間ではどんどんんの対象に入ってきてきますねですから無形資産まで含めて考えると建設国債の対象はもっと広げなければいけないと同じく資産を形成するわけですからねそれからあのこの中にまた「施設感染建造費」というんですが、まあ、かつてはですねこれこれじゃあ今まで何でこれね入ってなかったんだと建設国債の対象に。 実物を作るんだから同じじゃないいか公共事業とと同じじゃなな言うんですがぜ入っていなかったかというと例えば船舶艦船例えばあれですね戦艦を作ったとしてですねでもこれは攻撃されることがあるからだと攻撃されて破壊されてしまうことがあるからだだから将来残す資産としては認められないんだという理屈があったんですね。 なんか日本が戦争に、ね、攻撃されて負けることを前提にしたような発想でこれ敗北主義みたいな話です、ね、で,で,で、まあ、とにかく考え方が全然おかしかしったと私は思いますあのアナクロリズムアナクロリズムの時代錯誤といいますかねで今の国防というものは実物資産だけではありませんしそれから国防の目的で何なのかというと日本の国家を将来にまたって永続させるための投資なんですねこれも。 日本国家の安全な国家というものという貴重な国民にとって大切な資産とも言えるものこれを作るための投資であってこれは国債であるのがですね建設国債の原則を拡大して国防まで含めるというのが私は正しいと思いますお亡くなりになった安倍さんもこの防衛費の増大は防衛国債でやるべきだとおっしゃっていたように聞いていますあのまさに正しい財政の考え方だったんじゃないかと思いますので この戦後の区引きであります財政法4条の改正これはこの1兆目一番国防の上からでも1兆米一番地であると思います43兆円の一部を1兆円の増税で賄う将来ですね数年後にですねでもこれ必ずもっともっとこのスキームでいきますと増税幅増えます今一時的な財源で賄ってますんで一時的な財源がなくなりますそれこそ NTT 株の売却益みたいなものそれは一回しか 財源になりませんので毎年毎年必要なお金は別途手当てするとなったら一兆円じゃ足りない三兆円だ四兆円だということが隠されたこれも隠れ増税だとステレス増税だと私言ってるんですがそうではなくて国債でしょうということではないかと思います。それからですね国会の中であの法案の動きですがこんな法案もありますちょっとご紹介ですネット配信 NHK の必須業務にと インターネットなどを通じた番組の提供を NHK の必須業務にする必ずやりなさいという業務にすることなどを柱とする放送法の改正案が衆議院本会議で賛成多数で可決され参議院に送られたということです。これは NHK の放送番組が社会生活にに必要不可欠なな情報としてです、ね、テレビを持たない人にも 継続的かつ安定的に供給されるる必要があるという理屈なんです、ね、で、インターネットを通じた同時配信と見逃し配信それに番組関連情報の配信を必須業務にするということです。の費用の負担については受信料を払っている人は追加の今テレビで受信料を払っている人は追加の負担なく利用できると。一方でスマホやパソコンなどを持っているだけでは負担しなくてもいいと。 ただ公平負担の観点からインターネットを通じてサービスが受けられる環境にあり例えばアプリのダウンロードや ID の取得などを行って配信を受け始めた人は負担の対象にするということです。ということが一応決まったということです。次に今度は安全保障に関する話ですがこれは能動的サイバー防御。 今国会でこれ法律大丈夫なのと思っていたらどうも難しそうですね、えー、先手を打ってサイバー攻撃の対抗措置を取る能動的サイバー防御アクティブディフェンスの導入をめぐりです、ね、林官房長官は必要な法整備を実現するためできるだけ早期に有識者による会議を設置し検討を進めていく方針を明らかにしたれ早くやらなきゃだめで前から言われてることなんですが。 とにかく公明党も,も,も反対してたしこのサイバー空間の安全保障については政府はおととしに改定しました国家安全保障戦略で攻撃を仕掛けようとする相手のシステムに未然にアクセスするといった先手を打って対抗措置を取る能動的サイバー防御の導入を明記して必要な法整備の検討を進めている状態なんですね。 でこれについては先般このチャンネルでもあの対談をしていただいた長嶋晃久自民党の衆議院議員が予算委員会でいい質問をしてくれまして、ね、この質問の中で取り上げられたのサイバーセキュリティも取り上げ,て取り上げられましてなんで,で,でアクティブなこの能動的な防御ができないのかというと、まあ、いろんな論点があるんですが、まあ、大きなネックとして言われているのが通信の秘密を犯すと。 いうことですねこれは憲法で規定されているまあ権,権利基本的権利の秘密通信の秘密ですね。でとしかし、えー、あらゆる権利も、えー、公共の福祉のためには公共の福祉に服しなければならない公共の福祉が優先するってことはこれは憲法にもうたわれてるんですね。ですからこの,あの能動的サイバーセキュリティについてもこの公共の福祉が優先するという。 法解釈をすべきではないかという質問を内閣法制局に答弁を求めて内閣法制局長官もその通りであると答弁しているますでその後あの対談した私からまあこのね内閣法制局長官の答弁を取ったということはこれからの法改正に向けた貴重なステップになりましたねというふうに申し上げたことを記憶しておりますえしかしどうも今通常国会ではなくてまずは有識者会議でというふうになっています他にもいろんな論点がありまして実はですねえこの例えばあの ももう事前に相手も攻撃されたら終わりですから攻撃が最大の防御になりというのは裁判の世界なんですね。で、今までの軍事常識と違う世界なんで,でそこにまあ今や古くなった専守防衛の憲法を当てはめますと日本を守れなくなってしまうわけですね。ですからあ,のあらかじめサーチを日頃からサーチしておいてここが怪しいっていったらそこを攻撃できないように封殺してしまうというですねこれはアメリカでやってることなんで,でそれやらないと防衛ができないんですね。でもこれは 相手に対する武力攻撃に当たるのか、当たらないのかについて、ずっと議論が行われてきて、この辺もすっきりしてないと思います。あの物理的に破壊を伴わないから、武力攻撃ではないと言い切ってしまっていいのかどうか。ここもちゃんとした議論をして、これは違いますよと、で、専守防衛というものと矛盾しませんよと。いうことですね。あのミサイル、あのミサイルについてはですね。あの敵基地攻撃と言われるものが実現しているわけなんですが。 サイバーセキュリティはそれもうちょっと進んだところに行かないといけないのかもしれないもう早くこれこれこそあの政治とカナの問題やってるところの場合じゃなくてす <laughs> すぐ議論ししてて必要な対応を取ってほしいとっほいい思ます次にですねこれはあの大変メディアでも話題になっていたのでこんなことがあったって話ですが環境省マイクの音を切ったと認めるといなんですねこれは水俣病の被害者と伊藤環境大臣のとの混談の場でですね 被害者側の発言が制止されたということがありましたでこの問題で環境省は5月7日団体側の発言中に持ち時間の 3, 3分を超過したため発言者2人のマイクの音を切ったと認めましたでマイクの運用について事前にアナウンスする予定だったそうなんですが読み飛ばしてしまったというふうに懇談の司会を担当した室長さんが説明しているようです。で発言中に音をを切切る行為は不不信感を与え不適切だったと 述べているそうです、えー、でマイクの運用については昨年を踏襲したそうですが昨年も一定時間を超過すればマイクを切る運用としていたんですが実際に音を切ることはなかったということなんですね。まああのー、ちょうど今収録してるのが5月9日で今朝のテレビの画面見ましたらね伊藤環境大臣が涙を浮かべてですね、あのー、自分は本当にこの水た病っていうのは環境省の前身である環境省ができた原点だったと。 と、えー、ということでねあの自分の思いをおっしゃってましたけどもいやしかし本当にバカなミスをしたもんだとこの役にはですねというふうな感じがしますね、えー。規則とかルールというものを優先し実態を離れてとにかく規則は規則だと規則の方が実態よりも優先するんだというのが最近どうも、えー、社会を悪くしているような感じがしますがまあ土かちこの状況の場を見たらですね そういう時に切っていったらどうなるのかということをなんで判断できないのかなといういわゆる人間力の欠如みたいな感じもちょっと感じるような官僚の皆さんにも人間力を養ってほしいなというふうに思いますね、えー、ちょっと私が言った時には考えられなかったなという感じがします役所にいた時ですねえそして次に福祉の話高齢化社会における福祉の話これは深刻な話が随分あるんですね まず一つはですね身寄りなき老後国が支援制度を検討ということで頼れる身寄りのいない高齢者が直面する課題を解決しようということで政府が新制度の検討を始めたということです。えー、行政手続きの代行など生前のことからですね葬儀や納骨といった死後の対応まで継続的に支援する取り組みを一部の市町村で、えー、今年度施行しましょうと施行しましょうと。 で経費や課題を検証しましょうとそして全国的な制度化を目指しましょうという動きが出てきています、えー、高齢化や単身化などを背景に病院や施設に入る際の保証人や手続き葬儀や遺品整理などこれ大変なんですよねあの私の周囲でも親が亡くなっている世代でもありますからね、えー、結構大変苦労している人が多いですね、えー、で家族や家族が親族が担ってきた役割 これを果たす人がいないな高齢者、まあ、こうやってね息子や娘が果たしてくれるのはまだいいんですいいのかもしれませんがそういう役割を果たす人がいない高齢者が増えてるんですね高齢化単身化でで誰が担うかが課題になっていると多くは公的支援でカバーされておらず提供する民間事業者は増えているが契約に100万円単位の預かり金が必要なことも多く消費者トラブルも増えていると。 本人の死後契約通りにサービスが提供されたかを誰か誰かが確認する仕組みもないという状況です。国立社会保障人口問題研究所の推計では、65歳以上の一人暮らし世帯は2020年の1738万から7 3 8万世帯から2030年には887万世帯に、そして2050年には1084万世帯へと増える。 今後頼れる人がいないな高齢者はさらに増えるるとと見込まれていいうことですえこれは本当にね対策が必要でしてまあこういう時のためにやはり IT の基盤っていうのは早く整えなきゃいけないなと見守り基盤そして代行のためにまあ人手を割くためにはいろんなところで省力化投資をしてえ人間でなくてもできることはまあとでも言いますけども人工知能やロボットやブロックチェーンで対応していって 人間しかできないこのね血の通ったこのサービスというところを人間がやっていくということをやらないとなかなかこっちの方にも人手が回ってこないんじゃないかなという気がしたしますね。そして高齢化にの問題、社会の高齢化に伴う問題としてこんな記事があります。認知症迫る7人に1人認知症の患者数が2030年に 523万人に上る見通しととなったと高齢者の14%にあたる7人に1人が認知症患者となる仕事と介護の両立が困難な人が増えると経済的な損失は年9兆円に及ぶとの試算もあると厚生労働省の研究班が5月8日に推計を発表したそうでして 認知症患者は2022年から2030年に80万人に向けて80万人増えると団塊ジュニア世代が65歳以上になるのが2040年この2040年には万人になると約600万人ですねでこれってまあ人口比率で見ると、まあ、その時に今1億2,000万人ですが、まあ、1億2,000万人もその時は減ってるでしょうけれども2040年は。 でも仮に千1億2,000万人としますと約600万人というのは人口の5%ですよね。つまり20人に1人が人口全体のですよ高齢者だけで人口全体の20人に1人が、えー、認知症というねすごい認知症大国になっちゃうと。でこういう状況ですとこれまでの焼き直しでは認知症のこの、まあ、大国の時代は乗り,こ乗り切れないと。 介護職員の賃上げを促す政策を何度も打ち出したが人材不足もいまだに解消されていない介護の環境が整わないと親の介護で仕事を続けられなくなる人が続出してしまいます仕事と介護を両立するビジネスケアラーは増加の一途であると経済産業省によりますと2030年時点で約318万人 経済損失額は年9兆円超で大企業一社あたりで見ると年6億兆円超に上るということです。仕事と,万人人と話す機会を増やし認知機能の低下を防ぐ予防は対策のない一歩であると自治体は高齢者が地域のボランティアに参加しやすい仕組みを作ったり食生活を改善する講座を開いたりしていると。 ということです初期段階で症状に気づきますと治療での効果も期待できるということで創薬もですね対策の大きなな柱になるとその中でエーザイとアメリカのバイオジェンが開発した認知症の進行を遅らせる新薬レカネバレカネバマブってこれ聞いたことありますねこれは2023年にアメリカと日本で承認を取得しています。 また介護サービスの充実は避けて通れないんですが介護人材は年年時点で万万人人度は69万人が不足すすると見られています、えー、厚労省は2025年度にも介護訪問介護サービスで在留資格が特定技能の外国人が働けるようにすると外国人人材は各国で奪い合い状態で今は円安という逆風も吹く。 これも外国人に頼るのがソリューションなのかという問題がありますね打開策はテクノロジーの活用だ介護現場では人工知能を使って人手不足の解消を狙うエコーナビスタはセンサーで入居者の呼吸数や心拍睡眠の深さなどを測定して分析し異常があれば職員に知らせる AI システムを開発した。 政府は1月認知症に特化した初の法律である認知症基本法を施行した今回の推計を踏まえ施策の基本計画を今年の秋をめどに策定する民間企業の技術力を生かす政策,策も求められるという内容の記事ですですからまさにですねこれ日本が直面する認知症の高齢者がものすごい多くなってしかも若い人が減っていくという中でじゃあ外国人に頼るのがいいのかということではないと思います。 今ちょっと出てきましたが人工知能ロボットそしてブロックチェーンを使って省力化できるところは自動化できるものはどんどん自動化すると、まあ、よく私も引き合いに出しますが知り合いの介護関係者の人がおっしゃってましたけれども思い切って介護の現場にですね介護施設の現場にこのロボットを導入してみたらですね非常に効果があったと。 そうしますといわゆる肉体的な物理的なケアはロボットがやる人工知能付きロボットがやってそして人間は精神的なケアに特化できるなんですね、えー、ですから介護ロボット3,000万台計画とかですねそういうことを昔国会議員だった時に打ち出そうとしたことがありましたけれども、まあ、そういうところにどんどんさっきもちょっと言った投資国債っていうのを活用してですね、えー、普及していくというのも大事じゃないかなというふうに思いますね。 えー、まああのそうやって人間しかできないことに人間が特化するようになるとこの人間を中心とした社会を築きやすくなる外国人労働者に頼らず人間を中心とした社会ということのためにこそですねこのデジタル化というのをそういう位置づけでやっていかなければいけないだろうなというふうに思います。い、まあ、いろいろとデジタルについててはです、ねえー、いろんな個人情報の問題とか指摘されれますけれども誤解が非常に多いのでこれはまた改めて きちんとですね、私の方で解説する番組をお届けしたいと思っています。えー、またあの見守りということも非常に大事になってきます。えー、高齢者、たんあの単身の高齢者の方、えー、常にこの見守られている、これも I.T. できちんと見守りというのはもうありますんでできますんで、えー、まあそちらの方もいやこれはプライバシーの侵害だって言ってられないんですね。えー、まあそういう需要が高まっていくんじゃないか個人情報保護ばっかりを考えて。 人の命とか健康ということは内外するようにしてもはいけないんじゃないかという気がいたします。えー、そしてですね次のニュースはですねこれは福祉からちょっと離れてあのこれはいわゆる教育の分野に関わるんですがうち受験して有名大が中国人予備校に営業留学生奪い合いというちょ,っとちょっと悲しいニュースなんですけども。 何の努力をしなくても留学生が来ていた時代は過ぎ去った逆に日本の大学が外国人留学生向きの予備校に頭を下げ受験をお願いする現象が起きているそのターゲットは中国人だ来年の大学受験の際はぜひうちを受けるようお声がけをお願いします。あのこれ知知学くく来るるるののにですねナレジと書いて「高知学園」えーえーえーね、とい,て園っていうのがあって。 というところがありまして、この高知学園は日本の大学に留学を希望する中国人だけが通う予備校だそうです。国内外に19拠点を持ち、学生数は約4000人中国人が対象の予備校は新宿を中心に増えていて、その最大最大手の一つに数えられているということです。 今年の春には東京大学に59人京都大学に31人早稲田大学に112人などと難関の大学にも数多くの合格者を送り出しているとこの高知学園に営業に来る日本の大学は年間40校近くあると優秀な留学生の獲得に乗り出す大学が国内外で急増しているこちらから求めなければ留学生に来てもらえない時代になっているという関係者も大学関係者もおられます。 この背景にはです、ね、少子化で日本人学生が減っていることやグローバル社会で留学,生留学生の数が大学評価の重要な指標になっていることがあるとでもなぜ中国人なのかと、えーまあ、要するに私費留学生が97%を今占めている中で大学が欲しいのは金銭的に余裕があって学力が高い留学生であるとそれに最も見合うのが中国人だと見なされているらしいです5年前には考えられなかったことだそうです。 2000年には約160万人だった世界の留学生は2022年には4倍の約640万人に増えているとすごいですねもう世界大留学時代です。で自国に優秀な留学生を呼び込もうとする競争が激しさを増しており受け入れ国別のシ,アシェアを見てみると日本への留学生は2000年が全体の4%だったが2022年は3%と低くなっていると。 ちょっとととすするるももあるんですけどもで2022年現在日本に来ている外国人留学生は約23万人でこのうち中国人が45%を占めている政府は2033年まで留学生の受け入れ人数を40万人とする目標を立てた日本では留学生について「来たい人は来ればいい」という古い考え方が根強いと思いますがこのままでは欧米に立ち打ちできないでしょうと話してる。 という記事ななんですがなんかちょっと前提が狂ってるというような感じがしてるんですがこれあのお聞きになってどうう思われたでしょうか、まあ、私はあのかつてですね国会議員だった時も含めてよくあの大学の客員教授をやってましたあの正教授をやってたこともありますが客員教授もやってた時に日本の国家戦略という講座をやったらですね日本の国家戦略なので日本人の学生を対象に考え,考えてたんですが。 ほとんど全部が中国人からの留学生でなんで中国の人に日本の国家戦略を教えなきゃいけないのかと非常にあの複雑な思いだったことがあります。いやーとにかかく中国人からの留学生金,金もちゃんと持ってるしということで、まあ、大学にとっては人口が減少して学生が減っていく中で経営をやっていくためにはたくさん中国の人に入ってもらってじゃないと回らないとこのこと自体がですね大学の数も多すぎるような感じもしますけれども。 まあこれが実態であるということですね。えそして最後にあの円安のに関するニュースをお届けしたいと思います。えー、っとですね、えー。円安に関するニュースなんですが、えー、っとその前に、えー、いいのかなまずですね岸田総理が5月7日夕方首相官邸で日銀の上田総裁と会談した。両者は 急激な円安に伴い外国為替市場が不安定化している中2%の物価安定目標の達成に向け政府と日銀が連携して対応していくことを確認したというこういうニュースなんですが現価の円安については為替についても議論した一般論として経済物価に潜在的に大きな影響を与えるものでこの為替というのはですねで最近の円安については日本銀行の政策運営上十分注視をしていくことを確認したと というふうふに上田総裁は述べましたと物価への影響については今後、気象的な物価上昇率にどういう影響が出てくるかについて注意深く見ていくという姿勢だと語ったとあの日銀総裁の言葉というのはです、ね、一つ一つの言葉にニュアンスが深いニュアンスが込められていて一見してよく分からない言葉にただ、マーケットはものすごく敏感に,に反応して動くということなんです。 ですかからなんか呪文のように唱えているように聞こえるようなことが多いと思いますけれどもそれ一つ一つ意味があるということでいいかお聞きいただければと思います。財財務務省の神田財務官はですね えー、外国為替市場で1ドル =154 円台と歴史的な円安水準が続く中で財務省の神田財務官は過度な変動がある場合には政府が適切な対応を取らなければならないと話し市場を牽制したと投機などによって過度な変動無秩序な動きがある場合にはマーケットが機能していないわけですから政府が適切な対応を取らなければいけないと、まあ、これは当たり前のことを言っていますね。 あの4月29日に1ドル160円をつけた後ですね6円近く円高に触れて急にこうかなり大きな変動がありましたであの5月2日も一気に4円以上円高に進むなど1週間で8円を超える大幅な値動きというのがありましたえ政府・日銀が2022年の9月に為替介入を行った際はですねその直後にあの神田財務官がですね 断固たる措置にに踏み切ったたたとしししてて介入の実施を明らかにしていました、えー、ただ今回ですね為替介入を実施したかどうかは明らかにしておらずこの理由についてはですね為替の介入といった動きについてコメントする方が普通ではないあの時は数十年ぶりで例外的に申し上げたと説明したと、うん、こういう話なんですね、えー、さてですねちょっとすみません急に円安の,の話言ったんですがその前に一つ大事なニュースがありました。 もうこれも円安とも絡まないこともないんですが実質賃金がです、ね、過去最長の24か月連続マイナスというニュースです厚生労働省は5月9日3月分の毎月勤労統計調査を公表しました毎勤統計と呼ばれていますね で物価変動を加味した実質賃金は前年同月よりも2.5%減り24か月連続のマイナスとなりました比較可能な1991年以降で過去最長を記録しました実質賃金のマイナスが続いている期間が過去最長になったと、えー、ということですね、えー、でこれまでの最長記録は、えー、リーマンショックを挟んだ2007年9月から2009年7月の23か月間十三か月間で実際に 受け取る名目賃金が下がったの当時は下がっていたんです。名目賃金も下がっていたので前回と異なり今回は名目賃金が伸びているものの物価の上昇に追いつかない状態が続いているという点が違います。今年の春闘の賃上げ率は三十三年ぶりの高水準となったんですが給与の反映にはですね数ヶ月の遅れが生じるということで実質実質賃金への影響が出るのは先になる見通しだとこういう状況です。名目賃金にあたる現金給与総額は。 前年同月比0.6%増30万1,193円で2022年1月以来27か月連続で前年を上回ったとつまり名目賃金は上回っているけど物価上昇が3月生鮮食品を除く全国消費者物価指数の伸び率は2.6%上昇ということでこれは日銀の物価安定目標の2%を上回っているんですね。 という状況ですですから実質賃金はマイナスということです。という状況が続いていて株価は高いのに我々の所得は実質的に減っているとそれがこんなに長い間続いている記録的な長さが続いているこれは国民経済が失われているんですねグローバル経済の方はどんどん伸びて国民経済は失われているこの二極化がどんどん進行しているというこの実態をどうするかということが問われています。 えー、そして、先ほどの円安に関連する記事に戻ります。えー、日銀の上田総裁がです、ねえー、円安に関する発言を軌道修正していると4月の記者会見では、基調的な物価上昇率に大きな影響を与えていないとお言ってそれが円安を進行させたと。じゃあつまり 為替が動いたって基調的な物価が関係してないんだからまあそんなの私は見ませんと言ってたんですね。ところが5月に入りまして政策運営上十分注視していくと表現を改めましてで5月8日には過去と比べ物価に影響を及ぼしやすくなっている為替がですね物価に影響を及ぼしやすくなっている面があることは意識しておく必要があると。 仮に物価見通しが上振れたり下振れたりするリスクが大きくなったりした場合には金利をより早めに調整していくことが適当になるとまで発言してこ、まああの金融政策というのはですねあの一基本的に物価を対象にするというものであって為替は関係ない為替は財務省の所管であると日銀が介入しているというのは日銀は事務を取り扱っているだけなんですねあの政府の銀行でもありますから。 だから政府に言われたことをやってるだけなんで実際為替は直管してるのは財務省なんですですから介入っていうのは日銀が介入してるってよく言う人がいるんですが、まあ、財務省が介入してるっていうのが正しいと思いますねなんでじゃあ日銀は物価なんだというふうにやっていたんですがどうも最近そうもいかなくなってきたということで少しこの揺れ動いてるこの急激な円安に対してですね、えー、ということです、えー、そして、えー、こんな記事があります円安振興白の阻止 為替介入アメリカの景気をにみき綱引きということですね、えーまあ、の4月29日に1ドル160円台まで円安ドル高が進んだのは上田総裁の発言がきっかけとの見方が多かったと、えー、26日の金融政策決定会合後の記者会見で上田氏は足元の円安について希少的な物価上昇率に今のところ大きな影響を与えていると,ということではないと言及していたと。 えー、そして市場では円安に対応した日銀の早期利上げはないとの受け止めが広がって円売りが進んだとということでした、えー、そして、えー、上田発言をきっかけにした円安進行は2つの要因で一旦抑え込まれましたと2度にわたる為替介入観測とアメリカ雇用統計などに移っているアメリカ景気減速のサインであったと。 えー、政府・日銀は認めていませんが4月29日5月2日早朝の2日間で計8兆円規模の為替介入があったと見られていますで1回目の介入が効いたのか投機筋の円売り拡大も一服したということがありました、えーまあ、もちろん為替介入だけでは円安措置には限界があります介入というのは一度に大きな需、えー、給の歪みを作り出すことで相場を変動させますが 日米金利差の拡大など円安をもたらしてきたファンダメンタルズ経済の基礎的条件に,とはに影響を与えられませんので,でそれであ会,社会社は決まりますから基本的にはですね、えー。ということなんですねでそういう状況の中で、えーうん、たまたまあの今朝見た記事なんですが5月9日8時13分配信というちょっと最新のニュースでして。 為替介入いつでもやるる用意ある神田財務官が5月9日午前足元で円安が進んでいることを受けていつでも為替介入を実,現実施する用意があると市場を牽制した8時13分に配信されているので朝早くからご苦労様だということなんですがこの為替に関係している人たちは財務省でも朝早くから出勤するんですねそして為替の動向をきちっと調査をしてですね そして必要に応じて大臣にまでで報告すするとということですね、えーでえーえー、神田財務官何言ったかというと極端に言えば明日やるかもしれないし明後日やるかもしれない必要があればいつでも適切な行動を取ると付け加えたということです、えー、9日朝あちょうど収録している 5, 5月9日朝の円相場は1ドル155円半ば。 円台半ばということで前日夕方から小幅下落して推移していたとでその後日銀が公表した4月の金融政策決定会合の主な意見の発表を受けて155円台前半まで小幅上昇した政策委員から円安で基調的な物価上昇率の上振,れ上振れが続く場合には正常化のペースが早まる可能性があるとの発言があったちょっとしたこういう発言でパッと動いちゃうんですね。 で一方で4月29日と5月2日の2回にわたって政府日銀が為替介入を行ったことを政府関係者が明らかにしたとの一部報道について神田財務官はこう言ってます。介入の有無にコメントするつもりはない。政府関係者が何かを話したという事実はないと否定したということです。えー、この日あのこれあの日銀の統計見ると実際為替介入をやったかどうかわかるんですね。これはあの、えー、日銀の当座預金 というのがありますバランスシート上負債のところに日銀当座預金があってそして政府が同じ日銀の負債のところに政府の口座があってであの民間の当座預金銀行の口座があって当座預金があってで、えーえーえー、政府が円買いをすると民間にあったお金が政府の口座に入りますからでこれがどれだけ増減があったかであ介入があったなというのが分かるんですね。でここで、えーまあ、さっっきもあった8兆円ぐらいの2回にわたって えー、介入があった合わせてですねという話、5.5兆円足する3.5兆円あ9兆円ですかね、えー、あったという話が推計されているんですが、しかしそれでも財務省は認めないあったとは言わないということになってます。まあこれは伝統的にそうなんですね。で伝統的というかあのやっぱりあの介入がこのぐらいの規模で行われてこういうふうになったということが 知られてしまうと、これ結びつきができてしまうと、まあその後介入の効果が薄くなってしまうとか、市場の思惑にいろんな影響を与えてしまうとかですね、そういうことから介入したかどうかを言わないのが普通なんですね。で、例外的に政策的な判断で介入したというべき時には言うということなんだとえいうことですね。まあただですね、このにはもうあのちょっとした発言、まあ財務省の発言あるいは日銀総裁の発言。 といったもので相場がこ,こんなに動くでこの動くというのはこれやっぱりあのこの市場関係者たちから見ればですねちょっとした動きでさやさやを抜いたりとかですね、えー、いろんな思惑を市場でわと流し,して儲けたりでそういう中で動いているものですからいろんなものが材料に織り込まれていくんであって実態を反映した動きではないんですね。えー、ただこのの実態とというう点で言うと今の動きは とにかくアメリカ経済が強い日本経済は弱いとその象徴がアメリカは金利が高い日本は金利が上げられないということなんですねだから金利差ができてしまうとつまりファンダメンタルなんですねだからファンダメンタルを良くして日本経済を強い経済にしていかない限りはですねえなかなか円安という状況を是正するって根本的には難しいだろうと思いますねただ一方でアメリカもあのインフレ抑制のための高金利もうこれから金,あの金利が利が あの低下の局面に入っていきますので、の、まあ、そういう経済指標も出てますので、いつまでもこの今の円安が続くわけではないだろうと、一般的には予想されるんじゃないかと思います。いずれにしても、日本経済の力をどうやって強いものにしていくか、足腰を強化していくかということがですね。最大の円安対策ではないかという風に思います。以上です。どうもありがとうございました。